皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、共感マーケティングの時代、分離と統合で人の心をつかむというお話をしたいと思います。ですね、まず共感マーケティングっていう言葉、いろいろと定義があるんですけれども、私の中で思っているその共感っていうのはですね、例えば自社の商品とかありますよね、サービスとかで、それを、こんなにすごいんですよとか、確かに実績が何人中何人が採用したとかいう数字のインパクトとかは使うときは確かに多いんですけれども、今の時代はですね、その先もう一歩あなたっていうところの、そのお客様の方に踏み込んだ状態での共感ですね。あ、そうそう、そういうことだよねとか、それが欲しかったんだよねとかっていう、その一歩進んだところまで行くと、さらにその商品の良さを分かってもらって、商品が売れていく、サービスが買われていく、そういう時代により深くシフトしてるんじゃないのかなと思っているんですね。だから事実としての、例えば10人中9人が買いましたとか、それは全然構わないと思うんですけれども、そのこと、事実そのものよりも、例えばそうですね、お母さんとか、普段お疲れ気味なお母さんが仮にいたとして、そのまず例えば労をねぎらったりとか、私もそうだったんですよとかいう話からスタートして、その商品のストーリーが語られるっていう形になっていると、すんなりその物語というか、その商品のストーリーですね、そちらの方に人の気持ちが移行していくので、すんなり買ってもらいやすいっていうのはあったりします。で、これは私の例なんですけれども、例えば私はもちろんコンサルタントやってるんですけれども、当然全てがうまくいくわけないんですよ。うまくいくわけがない、それはコンサルタントとしての経歴の中でももちろんそういうことを経験しているし、パン教室の中で基本売上そのものは右肩上がりで毎年やってたとしてもですね、やっぱこういう波はどうしてもあります。それを調整して年度末には帳尻合わせてるっていうだけなので、そこには残念な思いをすることとかですね、自分なりきに反省しなくちゃな、失敗しちゃったなっていうこととかも結構あったりするんですよ。だから、たまには、そんな話とかもあったりするとですね、話すんですよ。そのこういうことが あったんですよねとかっていうと、例えばコンサルティングを受けてるメンバーとか、あと新しく私のコンサルをどうしようかなって考えてる方とかも、あ、高橋さんにもそんなことがあったんですかとか驚かれるんですけど、いや、私の中では至極当然な話、そういうことがあるから今があるっていう話がね、やっぱここの部分がどうしてもあるんですよ。だけれども、この綺麗な面だけ、私はこうしてこうしてこうしてきましたっていうところだけだと、やはり人は共感できないから、それのもっと最たるものはうさんくさいっていうね、そういう状態になってしまったりとかします。なので、私は別に飾ってるわけでも何でもなく、言うのを忘れちゃってるだけで、言ってないだけなんですけれども、うまくいかなかったこととか、そういう話も、人間味の一環としてすると、非常にこう親近感を感じてもらえるとか、そういうこともあったりするようですね。だから皆さんの商品サービスとかも、そのサービス商品が全て素晴らしい、もちろんそれは出来上がったものは素晴らしいんだと思うんですけれども、そこに対する思いとか、事実だけではなくてですね、背景とか、それを作るに至ったものとかですね、そういうものがあるとより納得してもらえるような状態になるんじゃないかなと思うんですよね。だから分離と統合っていう話をしたんですけども、分離っていうのは、例えば商品をここの真ん中に置くんだけれども、そうですね、この商品はこういう人たちに選ばれてますみたいな、その商品そのものの良さ利点とかだけを言うと、お客様と分離している状態になるんですね。
この商品サービスがそこにあるんだけれども、お客様と、まあ、私あなたですねを言語をつなぐところの共感エピソードみたいな、そういうものがあるとより深く納得してもらえて商品購買率が上がるっていうような部分があります。なので私の場合で言うと、まあ、自分が不自由だったから、経済的にもですね、時間的にも、だから自由になれるように経済的自立、精神的自立の支援をしているっていうのが私の会社のミッションとかになりますね。ただでも稼ぐだけだと、まあ、面白くないじゃないですか。人生って短いし、好きなことをやったらいいっていうふうに思っているので、そのエッセンスも加えて非常識なということを私のテーマにしています。なので商品そのものの良さを歌うのはいいです。だけれどもそのお客様と自分の中でのそういった接点ですね、縁にしですね、そういうものが作れないかっていうのを考えることがお客様理解につながるし、結果として商品購買力が上がるっていうことにつながるんではなかろうかというふうに思いますので、ご参考にしていただければと思います。それでは。